ました。まずはこの富士通の8段、結局トラソンミスのこの時もそうですが、最後まで全くこう馬力を取れませんね。わかんないですよね、本当最初のシリーズと最後のですね。いや本当に、はい、本当にそうですね。先制したのは富士通でした。そしてミッチェル・ビクター・ジャモーのこのビッグリターンからパナソニックがチャンスを得ます。ミッチェル・ビクター・ジャモーはまあ縦へのスピードもそうなんですが、横への移動も非常に素早く、加速も素早く、そしてそのチャンスを今度は、軌道へのピンポイントパス、これが決まりまして7対7の同点。そして問題のシーン2つです。そしてこれはスペシャルプレー。しかしタッチダウンまでは持っていくことができず、フィールドゴール、これで10対7になりました。そしてその次のシリーズ、頼みのトラソン・ニクソンがファンブルを起こします。三藤さん、やはり富士通としてはこのボールセキュリティ、ファンブル2つというのは非常に大きな反省点になりますね。そうですね、まあ、1つ目のはね、あれなんですけど、まあ、その試合の全体の中でね、やっぱり序盤の一番大切な時間帯にああいうことが起きたっていうことは、はい、ちょっと先行き少し不安な部分がありますよね、やっぱりね、はい、まあまあ、結果的にはフィールドゴール2本ってことで、そんな大怪我にはな、ね、結果的にはならなかったんですけど、はい、やはり今後、まあ、ライスボールまで向けても、まあ、本当にもう通過したチームの試合が続きますから、はい、やっぱこういうミスが起きてくると、まあ、本当に命取りになるので、まあ、ある意味この試合でそういう部分を露呈したというかね、出し尽くして、はい、まあ、次の OB 戦に備えてくれればいいかなと。ちょっと OB としてちょっと辛口のコメントばっかり言ってきたんで、やっぱね、相手もすごい強いので、こういうことって起きてくると思うんですよね、はい、うん、でその後もやっぱり対処というかね、そういう部分をこの次の試合に出してくれるかなと思います。ただやっぱりこのね、ニクソンに頼り、まあ、7割近く、はい、多分そのぐらい彼がボールを持っているということも、ちょっと少し今後の不安というかですね、はいはい、この本当にこれでいけるのかっていうのはちょっとありますけどね、うん、はい、あとはサマジー・グラントの怪我の具合ですよね。そうなんですよね、やっぱり彼を今日欠いてるっていうのは大きな、まあ、敗因の一つになると思うので、はい、ただ他にもね、もう素晴らしい選手も揃ってるんでね、はい、もうちょっといろんな選手使っていけないのかなっていう感じはちょっと、ありますね。まあ、これだけのパワーがあるので、それだけになりますね。はい。正確にね、数に渡しとけば、はい、安心なんで。そして最後、一部の望みをかけたこのオンサイドキックは失敗に終わりまして、これで26対20でパナソニックが勝利をしまして、リーグ戦の1位通過を決定いたしました。高田さん、そうなりますとこの後セミファイナル、まあ、パナソニックは1位で、まあ、大阪でどこを迎え撃つか、4位のチームになりますので、まあ、これが、野島になる可能性もありますし、はい、エレコムになる可能性もありますし、相手がまだ決まってない IBM の可能性もありますね。そうなりますと今度は富士通の方は2位3位の対決、セミファイナルになりますので、オービックと2連戦という可能性ありますね。そうですね、はい、あ、そうかそうか、そうですね、セミファイナルは12月の12日に行われまして、その勝者が今度1月3日東京ドームでライスボールで日本一をかけて戦うことになります。まあ、昨年までは社会人の日本一と学生の日本一が戦うのがライスボールでしたが、今シーズンからは、社会人選手権がライスボールとして1月3日東京ドームで行われることになります。全勝対決、富士通フロンティアーズ対パナソニックインパルス、26対20でパナソニックが勝ちまして、リーグ戦の1位通過を決定いたしました。